プレキン新聞の敏腕記者2人が呉の各地にある風景、特産品など魅力満点のいろいろなお宝を救う。みんなに届け、こちらクレキン新聞。この番組は呉市の提供でお送りします。花房記者がいるのは呉の中心部。いつもより早く起きたのでモーニングの出るお店を探しているようだ。まさかお腹が減って目が覚めちゃうとはな。自分でもびっくり。どこかでゆっくりモーニングしていこうっと。お待たせしました、モーニングです。ありがとうございます。美味しそう。トーストにコーヒーにお味噌汁もあるんですか。はい。一般的にモーニングといえばパンとコーヒーのイメージが強いんですが、呉の喫茶店のモーニングには味噌汁がついてくることが多いのです。呉では昔から味噌作りが盛んであったことなどから味噌汁付きのモーニングが誕生したと言われています。私いつも慌ただしい朝を過ごしているので新鮮な気分です。そうですね、美味しいモーニングを食べるといい一日が過ごせますよ。美味しいだけじゃない、呉のモーニングの魅力を引き立たせるのがこの店内。昔ながらの落ち着いた雰囲気の喫茶店が呉には多くあります。呉に宿泊した際に朝早起きしてモーニングが出るお店を巡るのも呉観光の楽しみの一つですよ。あー、なんて清々しい朝なんでしょう。いつもの慌ただしい朝の時間が嘘のようだわ。モーニングっておかわりできるのかしら。あの花房さん、時間大丈夫ですか。あ、大変、ごちそうさまでした。全国的にも珍しい呉のモーニング、朝からいい情報をゲットできてラッキーだったな。あ、急がないと遅れる。トーストにコーヒーにお味噌汁、全国的にも珍しい組み合わせのモーニングを楽しめる呉の喫茶店。昔ながらの落ち着いた空間でいつもとは違う一日のスタートを切ってみてはいかがですか。くれば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 いいのに。